エルデンリング4日目やっていきましょう。まあ、前回ね、結構大雑把にここら辺攻略したんで、今回はまあ気になってるところ、ちょっとこうなんかありそうだなってところをまあピンつけて、まあ細かくまあ探索していこうかなと思います。まあ、目標はそうですね、ここのマップ取りたいですね。ここになんかよく見たらあるんですよね。前回マップどこだろうって、まあすごい探したんですけども、よく見たらあるっていう。なんでまあ今回はね、これを目標にやっていこうと思います。じゃあまずはね、ここ、行きましょう。あ、これボスじゃん。ヌスットの風浪。早速ボス行っちゃいますか。石鹸の鍵はいらない感じか。あ、いけるか。いきなりボスか。まあ、いいだろう。まず先手必勝、これいけるから。はい。火を盗んだアダン。え、かわした。ちっちゃいな。お、魔術か。うわー、これだるいやつだ。爆発するぞ、当たる。おい。これあれかな。はい。サーブ取れると思ったんだけど。あ、弱いな、でも。はい。なるほど。さあ、ファイヤー。はい。あ、まずい。ウェー、かわしていく。ちょっと回復に合わせたい。でもこいつ盾持ってるから、普通にもう攻撃したら勝てんじゃないの。お、回してる回してる。かわいいかわいいかわいい。戦機からの R2。 これ学んだやつ。コメント見て学んだ。えい、楽勝。雑魚かお前。出直してこい。これ戦技、あ、悪神の火入手と。戦技ね、これだけだと思ってたんだけど、これで R2 押すと発生するっていうのを、見せたかったんだけど、ロードが入ってしまいました。 R1 からの R2。これ2段目があるらしいですね。これめっちゃかっこいいよな。で、早速、その強さが垣間見えたということで、まあいいボスだったんじゃないか。じゃあ、ネクストはここら辺の水辺を全体的に攻略していくか。うわ、なんだこれ。ストロベリージャムがいっぱいあるぞ。これはなんだ？血のバラ。バラ教会だって。うわぁ。下が赤い。そして、ああ、聖宝書か。え？なんか出てきた。血の海からなんか出てきたぞ。やるか。はい。雑魚は黄色。え、待て。なんだこいつ。やばいやばい。レイピアってやつこれ。もうなんか投げたよな。待て。はい。出血。ただ俺の出血の方が強い。危な。結構危なかったな。で、こいつは何も落とさないと。え、これだけ？さすがになんかあるよね。他に。なんか何もないっぽいな。オッケー。じゃあ次。おっと、祝福があるよ。これなんか、エビ茹でのボロや。エビですか？あ、茹でてる。いいね。ちょっと俺にも食わせてください、おっさん。あー、誰だこの野郎。何見てやがる、文句でもあるのか。立ち去るし、え？なんで？待って。立ち去るしかないの。まあ、一応こいつの木材の燃やしとくか。これでもう茹でれないね。もう一回話しかけるか。うせやがれ、ぶっ殺すぞ。怖。これだけじゃないでしょ、絶対に。なんかあるでしょ。なんかエビ殺してさ、こいつになんか渡すといいのかな。なんかそれありそうじゃない。多分エビ好きなんでしょ、こいつ。近場にいるエビをちょっと殺して、こいつに献上しよう。なんかこの町に関する重大な秘密を握っている可能性が、ビレゾン。あ、いや、あいつを殺すぞ。てか横にいたわ。待て。あん。俺こういう系苦手なんだって。強い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 。しかも待って、2人目来た。あ、死んだこれ。あー、食われた。カニに食われたわ。これはザリガニですね。ただザリガニって結構食うとうまいらしいですよ。ちゃんと処理さえすれば普通に高級エビと遜色ないぐらいの味はあるらしい。誘おうか、こっちに。いいね。永遠でついてくる。ありがて。はい。ここ。いやー、外すか。当てづらいな、こいつ。俺がビビってる。いいよ。これでずっと待ってればさ、勝てんじゃない？ほら。こっちの方が気取るからから。どうしたどうしたどうした。あ、これ、あれ、地名か。馬に乗った状態。おいおい、え？出血あんのこれ。マジ？しかも白ソキ肉って。
エビの素材じゃないのこれ。なんか肉手に入ったけど。お前も狩るかじゃあ。はい。え？何そのアグレッシブな動き。初めて見た。待って待って待って。なんか裏取りにくいこいつ。裏取りしないと。あ、帰った。ここまで来たらもう勝ちですね。え？ねえ、何その機敏な動き。こいつ個体が違えぞ、ちょっと。やば。危ね。あ、なんか刺さってるこいつ。アホだ。はい。間違えた。降りるときさ、これどうやったらいいんだろうな。OK。この、レーバーの指笛、セットした状態で、アイテム使用するとさ、飛び降りることできないけど。え、白サギ肉ばっかりだし、しかも。なんだこれ。もしかして、カニ系ってなんか、結構ドロップしにくいのかな。新しいその、専用アイテム、その場に置いてみる。どう？反応しないこれ。ダメか。あかんねえ。まあいいや、ここはまあ、またおいおい、なんかあったら、来よう。なんかエイリアンの親玉みたいなやついいんだけど。あいつちょっと殺そっかな。まずは、しんがりを殺す。こいつね。うわ、待って。怪しいのが見える。やばいやばいやばい。なんだあれ。逃げよう。逃げるわ。普通に無理だ、これ。めっちゃ追尾してくる。危ねえ生物ばっかだからやめとこう、ここは。おい。来たぞ。ドラゴンが。ドラゴンがいるぞ。あいつ潰すか、久々に。ここら辺は祝福はないのかな。欲しいんだけど。うわ、しかもなんか洞窟もあるよ。あ、これ石鹸の鍵だ。こっから、まずこっから挑んでいいか。ここにさ、ある。はい、使います。多分この先、あれなんだよな。絶対ルーン、祝福あるでしょ。ダンジョンだと思うから。ほら、学院の結晶洞窟。あった。あ、じゃあここで、祝福受けて、で、竜から殺しに行くか。さあ、ケイリットのエグズキスには、審査を舐めさせられたが、お前は多分余裕だと思うんだな。潰そう。潰してあげよう。ホトトギス。当たってない。ん？奇跡竜、スマラグ。スマラグだって。ただダメージは結構入ってるよ、ここ。当たんない。やべ、これ来る。ドシン来るよ。はい。あれ？ R2 は？なんか R2 サボってるこいつ。やべえ。うぅ！やばいやばい。うぃ。はい。これさ、顔面にさ、当ててもさ、あれなんかな、あんまり意味ないのかな。やべえ。この炎なんだ？青い炎。うわ、これ魔法か？はい。もうあまり顔を狙うのやめとくか。うわ、顔が多分ね、弱点だと思うんだけど、結構狙うの、難易度高い。と言いつつ、放っていくが当たらないと。危ない危ない。動き遅えな。お、当たった。いいね。ダブルヒット。そしてまた来るね。大好きって。大好きホールド来たぞ。はい、177か。いや、あんまり頭に当ててもダメージ変わんねえな。危ない危ない危ない。このブレス吐くとね、結構画面の処理がすごいことになる。あー、じゃあスカラベ邪魔だな。お、これはブレス。これはチャンス。はい、177からの。あれ、R1 は入らない。また飛ぶか。こう広くて戦いやすいな。エグズキスはね、狭いからね、戦いづらいっていう、強いっていう説はあるんだよな。やっぱ R2 がなんか反応しねえ。今日。あぶねえ。はい、はい。こいつ弱いな。さては。時間はかかるけど。ナイス。またブレスか。うわ、待て、死ぬかもしれない、俺。え？待て、俺 HP 見てなかったんだけど、今のブレスで、一発？嘘でしょ。やばいな。ブレス一発か。これ、タリスマン変えるとき来たんじゃないか、これ。まず、馬上での攻撃強化するランスのタリスマンでしょ。で、ワンチャンあいつが魔術使ってくるっていうことを考慮して、魔力流因のタリスマン。これで行こう。多分特別な青い炎はそういうことだと思うんですよ。で、顔には狙わず、胴体に当てていく。OK。194。いいね、上がってるね、ダメージ。これ絶対魔術だもんね、これ。
これはもう魔術と言わずして何を魔術と言うんだっていう感じだから、またこれ、あ、ダイビングか。ダイビング、あ、ブレスだ。このブレス、マジでリオレウスなんだけど、時間稼ぎでしかない。こいつ多分火力エグチだな。今思ったけど。一発でも食らったらもう即死と考えていい。まずい。やばい。待て。危ねえ。死ぬと思った今。はい、逃げる。また逃げますか。やべ。すべてのあいつを殺してるぞ、スカラベを。当たんねえ。やべ、ロックオンが今、えげつないとこ行った。どっか行っ、え?え?消えたんだけど、待って。瞬身の術ですか?でも、範囲外でなったから消えたのかな?でもまあいいや、不意打ちをつける。はい。ナイス。え?ダウン?マジ?やべ、待って。ちゃう!ちょっと待って。もう、何この、なんであそこなんか判定あんだよ。だからこいつにも強靭削りという概念があるんだ。はい、ワン、R2。ナイス。勝手に死んだけど。来た。これ致命でしょ。ねえ、待って!囚われてる、囚われてる俺。え、待って、クソゲーすぎるこれ。なんであれ。翼が全部邪魔されてるんだけど俺。はい、終わり。え、はい、終わりです。さらば。そういえば今作竜ってさ、尻尾切れんのかな。全然確認しなかったな、そういえば。竜の心臓。ん?ああ、出た。新しい竜の力。竜を一匹倒すことに、そういうのがあるんだろうな。で、これなんだ?え?なんかいるんだけど。で、なんかおっさん。お!学位の奇跡鍵。これでしょ?レアルカリアだっけ?ここの先の、結界、あれじゃないの?解くやつじゃないのこれ。これ先進むわ。こいつ鍵なんだ。ストーリーの。まあ倒さなくても、あいつどかして素材回収すればいいだけっていうあれもあるけど、倒しといてよかったな。さあ、じゃあ、この、結晶洞窟、攻略しますか。ここはちょっと、暗いからこれつけていくか。はい、ネズミ。ネズミは、処理と。前の地下世界が、アリだったからすげえ優しく見えるな、このネズミ小僧が。あのアリめっちゃキモかったからな。え?なんか話してる話してる。待って。怖っ怖っ。え、あれ殺していいのかな?亡霊とかじゃないのこれ。はい。亡霊じゃないの?あそこの死体にいたよね、こいつ。え?魔力流因のタリスマンあるから、いいね。こいつらの魔術もそんなに痛くない。うわ、まだ なんかいた。陰キャがいる、陰キャが。まだいるぞ。もう。お前ら遠距離ばっかだな。はい、致命。で、まずは回復していきたい。もう遮蔽を使っていくっていう。なぜこいつは開けた場所で、あれしなかったんだろう。会合しなかったんだろう。こんな、遮蔽に使ってくださいと言わばかりの結晶洞窟の中で。はい、出血。関係ないけど。え?入れる。入れる。いるわ。まずあいつでしょ。OK! 爆発した。待て、ボスが、もうボスあるわ。巨人、あれ?マジで?しかも、やべ、攻撃範囲広い。ずるいずるいずるい。ずるいぞ、こいつ。攻撃が。勝った!マジ?はい、バックサー。ダッシュで裏を取る。変態。そして R2。はい。ひるんだら、そこで試合終了です。出た、ルーンの子。天気の子だ。まだね、洞窟があるんだよ、先が。ここから?あ、アイテムか。ここだけっていうか、これだけか。石器の鍵。ここで1個石器の鍵使って、ここで回収するという。これは親切だな。多分ここはもうこれだけっぽいから、あとはボスだな。ボスめっちゃ魔術バンバン撃ってきそうで怖いんだよな。じゃあ参ろう。うわぁ、また2体かよ。なんだあれ。痛い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 。3だ。どうしよう。結晶陣。何この動き。何この動き。待って。
えぐい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 、最後ディリン、うわ強靭強え、まあ、これ戦技だ。はい、来た。え、硬くね、待って、えぐい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 、硬すぎる、勝てね勝てね勝てない、こんなん勝てませんって。え、これが武器が悪いとかある、武器ちょっと変えてみる、なんかいいやつ。やべえやべえやべえ、見えない見えない見えない、多分斬撃はダメなんだ、クラブとか。ただ俺クラブの使い方知らないんだけど。やばいやばい、ヤバタニエ、いや54、まあ、さっきよりマシだけどさ、弱すぎる。無理だ、あれ結構食らうな、なんでクラブはちょっとまずいな、もっとマシなのないか。いやねえ、もう俺ギローに降ってきたあれが、月が回ってきたぞ。お、来た、これ致命、結構致命入るぞこいつ、弱い弱い。はい、これチェイン入る、いいね。はい、こいつ弱いぞ、致命、あの絶対ひるむわこれ。はいはい、で、なるほどな、こうやって戦い方変えるんだ、面白いね。他の武器を育てる名目ができるぞこれ。はい、まずは一発、はい、12、なんでこいつはひるまないんだ、全部怖い、バカする、やっぱり OK、 きた。さあまずは一発スタブをかまして、こいつ結構、あ、一回あれか、スタブ取るとこうやって緩くなるんだ、ひび入ってるからかな。チェインチェイン、はい OK、これがスタミナの暴力だ、覚えておけ決勝陣よ。はい、やべ、クラブクラブに惚れそう俺、ただこいつが使える場所こんぐらいしかなさそう。マジか、ここへ来て猟犬の長が使えない敵も出てくるのか。え、待って、上へ参ります。ただこいつがいっぱい、こういう結晶の敵が出てくる場所とかどうしようかな、これ筋力に上げる必要性出てきたな。え、レアルカリア来た、レアルカリアってあのでけえ亀のおっさんなんか言ってなかったっけな、特別な場所的なことを。そして宝箱、これ一応殴っとこう。はい、OK、魔術の地、全部魔術だな。じゃあ一回帰って違うとこ行くか。技量をさっき1上げてればこの夜騎兵のフレイル使えたんだ、打撃系でここへ来てミスったか、捨て振りを。今後のことも考えてこれつけれるようにしよっかな。クラブはちょっと心もとなさそうだからね、この猟犬の長我と夜騎兵のフレイル、これを、まあ、主軸としてやっていくみたいな。筋力31はねちょっと振るの怖いな、筋力と技量がばらけちゃうのはあまりよろしくないと思うんだよ。技量特化にしてるから逆にこの技量補正 C がこの夜騎兵のやつはいいんじゃないか。そうだね、それでいこう。さあここは出た、これあれでしょ、拳銃倒したやつでしょこれ、ほら拳銃。さあ探すか、お前らは拳銃じゃないな、色は似てるけども。はいはい、あ、これは、あ、違うか、これ無視したらそうだね、倒してもわらわら湧いてくるわ。え、まず1匹、ただ1匹ちょっと癖のある場所にいそうな感じはあるからよく目を凝らしていかないとダメなんだけど、お前の目の先にいるんじゃないのこれ。あ、いたわ、え、こんなとこまでいんの、だる、結構下にいるぞこれ。あ、いたあいつセミじゃねえか、亀じゃねえよあれ、まあ、これ多分弓だろうな。もうめんどくさいこいつ。 OK、 さあなぜか炎のあれを使ってしまったがまあいいでしょう。テスの魔術師と、まあこういうのは絶対に魔術系のやつだから俺には関係ないんだけど、これ体力少なくなるとさ血がこう付着するとかあるのかな、なんかすごい血まみれなんだよ、気のせい、気のせいかな。はい、来た、メモリストーン出た、メモリストーン、スロットが増えるやつだっけ、記憶スロット、あー危ね、すげえここ乗れんだ、
お、来たマップ。意外と近場にあるんだな。オッケー、リエニエセーブ。これでマップが更新されると。うわー、めちゃくちゃなんかある。何ここ、もうこれ一つのダンジョンだな。ストームビル城ぐらいの大きさあるし、これこっちのでかい白っぽいやつは今日の最後に行くとして、まずは手頃なとこから攻めていくか。ちょっとここの上の行き方がわかんないんだよな。この白金村ってのはね、ここの洞窟の中なんだよね。ここを直行する中だから上に行く方法が見当たんないんだよな。ここら辺ちょっと道沿いに行ってみたんだけど、洞窟っぽいのもないし、ここは一旦諦めるか。じゃあここ行ってみるか。ここめっちゃなんか怪しいな。僻地。そしてこれは多分聖杯とかじゃない。聖杯か鉱石。剣舞。絶対なんかあるでしょ。貴重なアイテムとか。なんか敵とか。あ、こっちか。よし、じゃあここ行きますか。入ります。ここもなんか魔法洞窟っぽいな。行き止まりの地下も。ナイス。地下墓だから多分ね、アンデッド。うわ、お前か。はい。こいつもさ、石像でしょ、言えば。多分打撃系が弱点だと思うんだよな。はい、来る。あ、意外とバックステップ、飛距離ないの。重たい扉開いた。これなんか、魔物をさ、めっちゃなんか召喚したとか、そういうあれじゃない。大丈夫。開けない方が良かったっていう切ない。ああ、魔法の矢か。はい、知ってるんだよな。もうここまでめちゃくちゃ俺確認してきたからな、こういう仕掛けを。甘く見るな俺を。なんかいるわ。いた。なんかめっちゃいるし。やばいやばい。ふざを蹴るな。これあんまり両手、なんか両手持ちにしてもあんまり効力なさそうなんだよな。技量系だからかわかんないけど。筋力特化だったら両手持ちの方が威力上がりそうな感じあるけど。あんまり技量武器は両手持ちでも恩恵はないのか。まあいいでしょう。開けて、レアルカリア兵の位牌。位牌はなんか呼べるやつだな、多分。そして行き止まり。ここは正規ルートじゃないのか。ここもう一回動かすとかできないかな。できないわ。ってことは、これを開けるのは、いわば必然であると。え、なにこれ、ボスないの？さすがにボスいないは、ありえないと思うんだけど、これか？はい。そして待ち構えてる。いや、目ざといね。俺はやっぱ。しっかりと見てます。絶対なんかいるでしょ、これ。いないわ。で、こっち。隠し扉オンパレードだな。この像があるってことはもう近いぞ。はい、来た。挑んでいくか。さあ、何が来るか。見えない。あ、待って、見えない。霊呼びつむり。霊呼びつむり。なんか、ん？違うか。後ろからなんか声したと思ったけど。はい。あ、そういうパターン。死ぬ俺。あ、死んだわ。ちょっと敵の名前見ようとしすぎて制裁書いてた。もう大丈夫。これ霊呼んでるからさ、こいつ本体じゃないっていう説ない。はい、ほら、これ正体がこれ違うぞ。ただ倒せはするな、 HP あるから。はい、それ知ってる。ただ勝て。これでしょ。はい、お前カタツムリだな。お前カタツムリか。なるほどね。だから霊呼びツムリか。で、そこにいるのも分かっていると。やばい、後ろから来てる。いや、待って、うわー、死んでない。俺は死なないぞ。何あれ、ドリル、ドリル来てる。はい、倒させ。オッケー、終わり。なんだ、ギミックさえ理解すれば楽勝の敵じゃないか。これはまああれだな、脳筋になったプレイヤーを殺すための、あまり考えずに立ち回ってるやつらを蹴散らすような、そういう仕組みのボスだな。まあ俺はスキルも知能もあるから、こういう敵にも柔軟に対応していくと。待て、入れない。
エレナ過ぎてる。脳筋になってるわ。あ、これ、これって、なんかあのダンジョンを道をなんか示してくれるような、そういう輩なのかな。ただあそこ攻略したから、多分この石像も反応しないっていう、なんかそんな気がする。そして、祝福を発見して、これあれだな。来るな、侵入が。来た。まずは先手必勝。え、はい。かわしてくるね。その、ん、なんか使ったの。何これ、わかんねえ。はい。かっこいいね。だから無駄。はい。出血あるよ。戦機。はい。さよなら。強すぎる。この戦機、ダメだ。強すぎるわ。やっちゃいけないやつこれ。復讐者エドガーだって。こういうなんか侵入してきたやつの名前も覚えておくと、もしかしたらいいことがあるかもしれない。ミリセントとか俺も初めて出会った時全く覚えてなかったもんな。ただそれ覚えたからといって何にもないんだけど。ここで技量を上げていこう。これであの騎兵のフレイルが使えるぞ。使えるな。これ強いのかな。振りは速い。 R2なんか可愛いな。何これ、可愛いんだけど。遊んでんじゃん、ただ子供が。魔王がガングで遊んでるだけやん。こんな可愛すぎだろ。ただ相手がこうダウンした時に、あえてぐるぐる回して DPS 稼ぐっていうムーブができなくはなさそう。お、来たね。またボスですよ。しかもこれは石鹸の鍵を必要としない格好の風呂。格好ってことは魔術系のやつ来そうだな。さあ目の前、労働早いね。てか気づいたらボスだ。何これ、奴隷のやつじゃんこいつ。しかももうね、しょっぱな剣持ってるしこいつ。はい。そんな攻撃あったっけ。あったか。ただこいつは出血がよく入るぞ多分。やっぱりこれドシンでくるよ。はい。ん、やばい、なんか来てる。うわ、いた。なんだ今の衝撃が怖っ。はい。フラ、はい。コモが来るよ。はい。はいと。はい。待って、危ねえ。あー死ぬ。あーし、危ない危ない。こいつ、油断してるとマジ死ぬ。これ何これ。これずるないそれ。広範囲すぎるし。やばい、また来た。だこれ走ってれば逃げれると思う。OK。はい。頭入りたい。けど無理だった。こっちにも、あれしてる。あー来た、出血。でかい。出血でけ。あ、これ胴体に、あれしよっか。はい。山の終わりか。一連の動作。はい。はい。あ。オッケー、ジャンプ切り。頭当てたいけどな。うわー、衝撃が強い。意外と好きないな。あ、まずい。もう一回飲むか。これは食らわない。で、足がガラキーと早い。早くて草出た。これ多分ダメージ返ってないから、なんかあれなんかな。え、なにこれ、なんか飲んでる俺。 OK、 頭。またそれか。ちょっと行き詰まる。はい、もう一回来るよ。はい、はい。出血入んねえかな、ここ。ナイス。うお、出血で最後はとどめを刺す。強いな、やはり。やはりこの武器は強い。巨人剣、巨剣人か、巨剣人だって。もうこの地域はマジで魔術鍛えるためのめちゃくちゃいい場所だね。序盤魔術使っていこうっていう人は、ここを真っ先に行って魔術強くするっていう戦略がもしかしたら、え、なんか歌ってんだけど、誰かいいのか、誰かいそうだけど、
まずはこいつらを殺す。だからこんなコウモリいるんだよな。え？こいつ？こいつだね。何あれ？なんか歌ってんだけど。キメ。はい。いいね今の。引きずりの攻撃も相場って。無駄のない攻撃。あ、こいつあれじゃん。毒吐いてくれやつやん。懐かしい。こいつは R2 で行こうか。あさっきの火星はどうした？歌唱か。めちゃくちゃ汚い叫び声上げやがって。俺は信じたぞ、お前の歌のうまさを。ただ、死人に口はなしと。じゃあな。お、いいね、黄金のルーム。ただ、あそこの、あ、ケイリット。ケイリットで見た個体は、確かね、なんか10ぐらい落とした気がするんだよ。めちゃくちゃでけえルーンを落としたような気がする。おーい。ただ、これも霊体。これも霊体だよな。無視していいか、ちょっと。絶対なんか、いるんだよ。四小楼はこれ、鍵だ。あいつ潰すか、じゃあ。はい。ワン、ツー、スリー。え？こいつ消えんの？やっぱ霊体だからか。こいつ頭判定とかあんのかな？なさそうだけど。頭がないかな。霊体だから出血もないのか。え、それ強いな。そのムーブ強くね、ちょっと。なんか死んだぞ。ついでになんか死んだぞ。あの一発。裏に回って、はい、ワン、ツー、スリーと。まずい。まずいです。なんだその動き。初めて見た。あ、終わった。それ吠えたらダメよ。え？あ、OK。4発ね。これなんか手に入るかな。ただルーンが美味しいだけのやつか。で、これなんか刺す場所あんだよね。左の方に。これ石鹸の鍵かな。あ、魔法剣の鍵。まあ使っちゃうか。これあそこでサリアの町で使ったやつだな。使用した魔法、魔石鹸の鍵が失われたと。で、これでまた移動ができますよと。崩れゆく地。崩れゆく地っていう場所に向かうのか。え、なんかこれもっと上の方にあるんだけど。ちょっと上行っていいか。え、これなんか3つあんじゃん。魔法石、魔石剣か。あれ、俺1個しか持ってないから、ここら辺開けらんねえぞ。ほら、ない。マジか。めんどくせえ。多分、今後いっぱい手に入るんだろうな。そして一番上には、はい、宝箱。あれここにも1個あるぞ。じゃあまず1個目の方行ってみるか。魔石剣、違うやつ刺す前に。じゃあ参ろうか。別の場所移動しますか。墓地のロンド。向こうに行くのかな？崩れゆく、ファルムアズラ。なんだここ？はい、辺境の地来ました。めちゃくちゃ遠いとこ来ました。これは何ですか？やば！かっけえなんか。そしてなんかめちゃくちゃ竜飛んでないこれ。どういうこと？これ来ちゃいけない場所だったんじゃないのこれ。大丈夫？まあまあ、火力とか見て、無理そうだったら即帰るけど。とりあえずこっちやな。怖っこれ。一回でも踏み外したら終わりですよ。まあ、なんかいるわ。しかも2体かよ。降りて大丈夫これ。死なないよね。いや、死ぬんかい。これどういうこと？もうこれ、これ以上先行きませんよってこと？じゃあこれ、真下を降りて、普通に死んだらもう俺は帰る。いけるわ。あら、あ、まずいですこれ。これね、まずいんですよね、すごい。すごくまずい。あー、まずいです。あー、これ勝てない。これは絶対勝てない、これ。2対1はきついって、さすがに。遠距離と近距離がいたから、どう戦うべきなんだろうな。だ近距離のやつめちゃくちゃ素早いから、遠距離に気を配りながら、近場のやつを頑張って倒すしかないのか。まあ、何回か挑んでみますか。硬すぎて草。はい、かわす。こいつら落ちねえから、こうやって、これチェインではめてさ、落ちろ！来た！はい、はい、戦略。これが、待って、お前も落ちるでしょ、多分。
お前持ちでしょ。はい、お疲れ。これ致命で落とす。はい、お疲れ。これ戦略でしょ、これ完全に。頭良すぎ俺。一見自分にとってね、この害しかなさそうな地形だけど、敵にとってもそれは害であると。絶対あれ復活する系の敵だから、あんまりこう一方通行的な感じの道のりは行きたくないんだけど、あんまりこれ行くとこ内系のダンジョン、うん、ここしかなさそうだな。あそこのアイテムが報酬ですよ的な感じ。これ、お、真珠流院のタウリスもまた装備だ。物理以外のカット率を高める。来た。多分祈祷の魔術とか、あとあれかブレスとかもそうなんかな。炎の竜とか放つ。これやばいね。さすがに魔力だけだったらこっちの方が強いけど、それ以外だったらこっちをつけた方が全然マシだと。これいいとこ行ったね俺。ありがとうございます。じゃあ一回戻ってもう一個のやつをあれしようか、開けようか。1個目のやつ方角こっちでしょ多分ね。対応してるような気がするんだけど、あれ、あ、そっか、ここあれかなかったもんね、祝福で。こっち方面は下、ここら辺だな多分俺の予想。ただこれも同じ方向か。まあどっちでもいいけど、こっち行くか。じゃあ近い方で使っていいのかな、こんなポンポン。でも石鹸の鍵とかはもうポンポン使っていいもんだと思うんだよな。いずれこういう魔石剣もいっぱい手に入るもんでしょ。参る王松礼拝堂。あれ、これさ、あれじゃないの、一番最初に来たとこじゃない、これ。確か王松礼拝堂ってそういう名前だった気がするんだけど、これ来たか。一番最初に負けたボスのあれを話す、無念を晴らすという意味で来た。来たよ、追撃の講師。まずは敵の動き見ようか。こいつ結構火災なんだよな、この敵。はい、ほら二段画面見た、ほら1、2、3、4、そこか。弱っ、弱えぞこいつ。何してんだあいつ。いやー、突き両手持ちにしよう。え、何これ。うー、はい、隙だらけ。ああ、これ食らってる、めっちゃ食らってる、やばい、危な。なんであれにダメージあんだよ。ティガレックスかあいつ、やばい。攻撃多彩だこいつ。割れたこれ。はい、やばい、マジ好きねこいつ。好き、あーうざいな、すわめくな。はい、いやー分かってたんだけどな。来た、好き。はい、マジ無理、マジ無理、リスカしよう。これ戦技の出番もしかして。戦技、はい、当たってない。おー、2段階入ったって。これ絶対あれ強化入ってるでしょ。もう無理。てかタリスマン回路だったな。絶対馬の攻撃とか使わないだろ。2、3、4、5、6、もう一回来る。いやマジ攻撃してもさ無理なんだけど、これ絶対ローリング間に合わないのやってる。戦機、はい、はい、接ぎ木のゴドリックよ。お前飛行士か、名前似てんな、同じ携帯だけど。あれ、あいつの手下ってことだ。はい、見えてる。はい、こいつ一回攻撃したらもう離れなきゃいけないな。何それ、新しい攻撃すんだ。お前に戦技の怖さを見せるか。はい、戦技、はい、お疲れ。ザコめ、俺は強くなったんだ。偽情の直剣、合ってるこれ名前。お、十文の黄金盾、いろいろ手に入った。扱えるね。致命がちょっと高くてあんまり強くない武器でした。まあそりゃそっか、序盤に倒せる敵だから。ワンチャンでね、上手い人だったら絶対倒せるもんね序盤で。もう全部のムーブ把握してて
攻撃タイミングも知ってれば勝てる相手だから、まあそんなに強くはないっていうのは分かったけど、一回これ逆走してみていいかな。なんかありそうじゃない？うわ懐かしい。これ王となれだっけ。あ、エルデンの王におなりください。これなんかないの。これクロムさ、ダクソリマスターみたいにさ、なんかはぐれデーモンみたいな、ああいうのないの。え、なそういう気全くなかったんだけど、もうさ、この人のさ探求心をなんか削るようなギミックやめませんか。こっちはこのゲーム楽しみたくてめちゃくちゃ探索してんのに、そんな仕打ちないでよマジで。心臓止まったわ。多分あの蝶々に釣られたやつをぶっ殺すやつなんだろうな。で本当にここには接ぎ木の貴公子以外にはいないっぽいっすね。まあよかろう。ここは一回退散して次の目的地へ向かうか。